21歳です。職業は大学生です。二重整形のクイックコスメティックトリプルです。もともとアイプチをしてたんですけど、やはりかぶれだったりこうあれの原因につながってしまって、やはり綺麗な二重になりたいと思って決断しました。じゃあ今日頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。行っておいでよって特に反対とかは反対とかはなかったです。不安はやっぱり昨日とかはなかなか寝れなかったんですけど、やっぱり完成してる自分を想像すると楽しみの方が大きいです。やっぱり早くメイクがやりたくて、なかなか一重だとアイシャドウとかも見えなかったり、まつげとかもなかなかパッチリした印象ではなかったので、まあ、二重になっていろんなカラーメイクだったりを挑戦したいなと思います。横谷先生のインスタグラムだったり TikTok を拝見させていただいた時に、すごく自分の理想な二重をたくさんやられていて、またクイックコスメティックの開発されているってことだったので、安心して施術してもらえるかなと思って希望しました。理想は韓国っぽいミックス型は自分はしたいなと思っております。なれるといい。はい。あ、どうもこんにちは。はい、よろしくお願いしますね。はい、まあ、今回クイックコスメティックのトリプルにね、ご希望していただいて、どんな感じになりたいってなんかイメージありますか？ミックス、はい、うん、なんかちょっと写真になりますか？うん、写真ね、見せていただいたら僕自身もね、イメージしやすいので、はい、まあ、こういう自然なミックスね。はい、わかりました。じゃあちょっとやってみましょうか。はい、ではね、こちらお持ちいただいて、で、普段アイプチとかは？アイプチはしてないです。あ、そうですね。うん、じゃあだいぶちょっと変わるね、楽しみだね、はい、で、例えば、じゃあ今ね、一重で、で、まずね、もう眉毛自体上げてるの分かる？今の時点わかる？目を閉じて。このまま当てたら重いでしょ。重いから実はね、眉毛を使って普段目を開けてるの、一重の人って。これ皆さんそうです。で、これがですね、目を閉じてください。二重になると目を閉じて、そんな重くないでしょ。これ目を閉じて、目を閉じて、だからこうやってね、もう眉毛を上げずに目を当てれるようになるから、まずね、もう眉毛自体がこう下がっていきますからね。ですので、ちょっと表情変わるんだけれども、一応この眉毛が下がった状態を想定してシミュレーションしますね。目として、例えば目で先ほどの写真のようなミックスだったらこんな感じ。どう？大丈夫？はい、はい、これもすでに眉毛ちょっと下がっても分かる、うん、二重になると目を当てやすくなるから、こうやって眉毛が下がって、まあ、ちょっとキリッとした表情になりますね。目でめてって、結構落ち着いてこうね。大丈夫？はい。というか、めとして、めてって。こんな感じね。はい、ゆっくりめとして。はい、また準備します。よろしくお願いしますね。はい、お願いします。はい。起き上がって髪切りますか。はい、どうぞ。ゆっくり起き上がりますね。はい。はい。どう？すごい。いい。大丈夫？はい、お疲れ様でした。どうですか、新しいメイクの感想。もう嬉しいです。よかった。はい、よかったです。こっち見てみて。はい。ですね。はい。予定通りですね。はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあこの後ちょっとバシッとメイクしてください。はい。お疲れ様でした。正気麻酔は最初は、
もうふわふわして今どこにいるんかわからんみたいな状態が続いて、でも全然痛みとかは耐えれる痛み、全然痛くなかったです。まあ、若干分かったんですけど大丈夫でした。術中はでも看護師さんがずっと声かけてくださって、楽しい会話してる感じでした。やっぱりメイクが早くしたくて、あとまつげパーマとかもやってみたいです。1日目です。違和感は昨日よりかはマシになっていて、右側が少し腫れているかなと感じます。術後2日目、昨日より赤み腫れが少し引いています。まばたきするときに少し違和感を感じるくらいです。術後3日目、筋肉痛のような痛みもなく、内出血も収まってきています。術後4日目、目のゴロゴロ感も痛みもありません。術後5日目、違和感はありません。術後6日目、違和感もないです。術後7日目、1週間目です。全く痛みも痒みもありません。ちょっと怖い。ここを押すと始まるので、ちょっと見ていただくと、はい、どうですか、過去の自分を振り返って。いやー、ベソ人すごすぎます。なんか明るくなりましたね、今の方が。この時はやっぱり悩みとかは結構あったんですか。ありました、心で二人にしたいって。なんか元気なさそう今の方が元気です。すごいいいアプローチしてますよね。なんか目が、視界が広くなった。いや、見れないですよなんか、やっぱなんかむくんでますよねなんか疲れてるんかな経過は少し痛みはあったんですけど、全然次の日から自分はバイトしてたぐらい元気でした不便なことは特になくて、目の突っ張りぐらいはあったんですけど、それは徐々に徐々に冷やしたり温めたりって繰り返してたら、もう全然気にならないぐらいになりました。想像以上には全然なくて、多少ちょっとの赤みは1日2日ぐらいはあったんですけど、大体5日1週間ぐらい目処に全然引いてきました。いや、もう帰った瞬間、みたいな、もう可愛いみたいな、もう結構涙目ぐらい喜んでくれて、それは本当に不安だったんですけど、こうやってよかったなっていうふうに今思ってます。友達は晴れ直後会ってなくて、大体2週間後ぐらいに友達と会ったんですけど、もう誰みたいな、目可愛いみたいな感じですごい喜んでくれて、すごい自分もやりたい、友達もやりたいって言ってくれたので、本当におすすめしたいです。変わったことはやはり性格だったり、こう毎日がすごく楽しくて、本当に一日一日があっという間っていう今は印象です。いや、楽しいです特にアイシャドウとか、やっぱまつげとかが一重の時よりやはり上がるので、たくさんいろんなメイク挑戦したりだとかっていう、こう原動力になってるかなと思います。
イメージは初めすごいクールな方で、やはりこう施術をしていく中でやっぱり優しくてすごい頼りがいのある先生だなっていう印象があって、二重たくさんの方がこう全国にいると思うんですけど、徳谷先生はすごい完成度 もう抜群で、すごい信頼できる先生でした。すごく悩んでる方もたくさんいると思うんですけど、こう一歩踏み出すとすごい世界が変わったっていうのがあるので、二重したいけどどうしようって悩んでる方はぜひ一歩踏み出して二重挑戦しようっていう気持ちになってもらえたら嬉しいです。